緊張しちゃって最初硬かったんですけど、あ、楽しかったっすね。よっしゃー、いったったこれこれこれ。緊張しました。記憶がないんで。いい勉強になりました。ちょっと俺コマネジンとこ行ってみますか。プロデビュー戦でまだまだ課題が多いなっていうの、しっかりトラブル取れない。すごい対策されてて、これから始まったばっかなんで、もっとやりたいと思いました。もっとできることがあったかなとは。気づいたら試合終わってました。みんな頑張ってるぞ。はい、ちょっと油断しすぎたなっていうのは、やばいって思ったんですけど、もしこれ本当に夢じゃないかってぐらいです。ずっと練習してたので。青コーナーの入場期間の対象お願いします。アマルメイキッファイヤー。 Yeah, we don't understand why you're not here with me. 3対0 Let's take it over for you. ちょっとやりたいことをできなかったかなっていうのがあります。これからもいろんな試合出ていこうと思うので、よろしくお願いします。また自分の試合見ていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。緊張しちゃって最初硬かったんですけど、勝ててよかったです。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。頭上げていくのに、おー、レフェリーが割って入りました。試合続行は、これは、あ、沖縄からわざわざ、いいな、グラマケンズは、はい、また、必ず、一から出直してリベンジします。皆さん、今後とも応援よろしくお願いします。また、這い上がってきます。緊張しました。ちょっとずつ頑張ってきますので、またよろしくお願いいたします。上に乗せてきます。まだ大丈夫か。いやいや、それでもタップした。よっしゃ、いったったこれこれこれ。今回いい勝ち方できたんで良かったですね。本当いつもみんなに応援してもらってるんで、いろんな人、それが結果としてこうやって返せたんで本当良かったです。気づいたら試合終わってました。また頑張るんで応援よろしくお願いします。ここをしっかりキープして、あー、前に落とした。決まりました。キープ的な腕十字だ。腕十字、はあ、あ、最後だけだった。最後だけだった。まだまだ課題が多いなっていうのは一つ思うところです。プロデビュー戦なんでちょっと一勝できてよかったなっていうのは思うところと、支えてくれた方々がいたことでここまで来れたので、もっとこれからも頑張って結果出していきたいと思います。ありがとうございました。もっとやりたいと思いました。今回の負けを次につなげたいと思います。次は絶対勝つんで、これからも応援のよろしくお願いします。橋本康輝、3対0、3者とも、ちょっとサイズ感だわ。
さに向こう大きかったから、あ、はい、皮むきした感じだった正直。でも相手きつかった、相手超きつかったじゃん、スタメナって。いや悔しいですね、本当にちょっと油断しすぎたなっていうのは、あと心の中で課題であるなって思います。また応援してくれる人たちに、はい、恩返ししたいです。いや、これが課題に疲れてるね。プロデビュー戦で、まあ、相手選手も2戦2勝してる選手で良かったですね、彼で、はい、まだまだなんですけど、これからと有名になってくるんで、お願いします。弱すぎですね、自分が諦めたくないんで、勝つまで続けます。ちゃんと白黒つけて勝ちたかったですね。しっかり総合を作ってもう一回読んでほしいと思います。よってこの試合3対1の持ち越しで勝者青コーナー細谷三者20対18。ちょっと期待に応えられなくて申し訳ないです。まあ、2試合目なんで、まだキャリアこれから始まったばっかなんで、これから勝ってるように頑張るんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。決めが、まあ、自分自身がすごく弱かったので、まあ、そこがすごい一番の反省点だと思いました。フェザー級に限らずバンタムでも試合をどんどんやっていきたいなと思います。決めれると思います。いきますか、どうだ、決まった。組み替えてからは早かった。あー、楽しかったですね、それに行きます。いつもでありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。どうやったでもまだ技術不足で全然でした。今日は勝てなくて申し訳ありません。次回は必ずフィニッシュして勝つのでまたお願いします。すごい対策されてて、すごいもう対応できなかったです。乾杯です。次こそ頑張ります。最初パンチもらった時に、あ、やばいって思ったんですけど、キッズの生徒が。たくさん見に来ていたので、負けられないと思って自分も頑張りました。皆さんの応援がとても、力になっています。これからも、一生懸命頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。自分には格闘技しかないんだよ、本当に。もうこれで命かけて、もう生きる気で、生きるために格闘技やるっす。ライジン
でもバチバチにかませるファイターになるんで、よろしくお願いします。今回何もできなかったのはめっちゃ悔しいですね。なんか記憶がないんでこれからも温かく見守ってくれればと思います。そうですね、うん、駒の内の攻撃です。あ、これアイポークあったか、うん、左目、うん、ナイゴングが鳴らされました。そこは不可能。ちょっと俺駒の内のとこ行ってきますか。駒の内のとこ行ってきますか。申し訳ないな。ちょっとここまで選手申し訳ない気持ちもあるんですけど、今回もいろいろたくさんの方から、サポートを受けてここまで来れたので、本当感謝しています。ありがとうございました。はい、中心は見えない。周りは見えない。応援してくださった方ありがとうございました。ちょっと出直すんで次も応援お願いします。また凝り方だから。そうですね、練習してきたことが出せたかなっていう、ずっと練習してたので、それが出せて、まあ良かったなって感じです。ほっとしたので、まあ、これでまた練習を続けてって、期待に応えられるような選手になっていけたらなって思います。やっとディープレイが一緒できたので、これからまた練習していくと思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。